宮崎で国民文化祭があるっちゃが。ん？国民文化祭って何ね？知らんって顔しとるけど、国民文化祭は文化の国体って言われちょるくらい、でっけそういうお祭りやってよ。公式 Facebook でも宮崎2020ノットオンリー東京って盛んに宣伝しとるっちゃが、もう2020年が待ち遠しくてドキドキ。冷や汁食べるが、宮崎でやるとよ、国民文化祭。最新のデジタル技術で解消してくれるよ。あれ、世界はもっと変わっていたみたいだね。働き方が変わると世界が変わる。エンパワーリングデジタルワークプレイシス。あなたはいくつ気がついた？ウィーカー。